皆さんこんばんは。こんばんは。楽しんでますか IWC2015 ファイナル。いや面白い試合続きますね。しかしいや BKT の勢いがすごいですね。止まらないですね。ちょっと今体系途中にはね、チーフスサイドのミッドレーダーの方が頭抱えてたりだとか、ちょっジャングラーの方もちょっと呆然としてるようなシーンっていうのも映ってましたけどもね、ちょっと精神的に厳しい状況に立たされている、それが表情に現れているということになるとかなり辛いというような感じが見受けられますがね。ここで一つチーフとしては立て直していきたいところですが、今大会でやはり一番、まあ、4チームの中でどこが一番強いかとなるとやはりチーフスが一つ頭抜けてるなという印象があったんですが、その強さといったところ今回発揮できていないというよりも BKT の波に飲まれているというような印象がありますからね。そこで3試合目にしてなんとかそこを自分たちの強さ、そして BKT を抑えることができないとかなり厳しいことになりそうですがね。まあ、冷静に対処しなくてはいけないと。相手に付き合ってしまうと BKT の勢いに付き合ってしまうと、先ほどのようなキルテスが非常に高い、まあ、BKT の得意なゲームプランに、まあ、持ち込まれてしまいますからね。冷静にこう、ゲームを展開していきたいところなんですが、全くうまくいってないですね。チーフサイドとしても確かにこう2戦目そのバンコクタイタンズの流れを止めるようにオブジェクトオブジェクトオブジェクトっていう、確かに変えましたよね戦略としては。途中まではうまくいったんですが、ちょっとその、まあ、バロンファイトやドラゴンファイトといった、まあ、どうしても、まあ、集団戦が起きがちなところをコントロールしきれなかった印象はありますよね。そこが一つ、まあ、ドラゴンファイトバロンファイト、そのオブジェクトに絡んだ集団戦といったところがキーポイントにもなりそうですよね。僕ね一つ思ったんですけど、バンコクタイタンズのチームにチーフサイドがジャングルで布を出したらどうなるのかなってちょっと思ったんですよ。確かに布はマップのコントロールやオブジェクトのコントロール非常に得意ですからね、非常に面白いと思います。確かに。そしてチーフはオセアニアのリーグで布をピックしたこともあったと思います。あ、なるほど。そう考えると悪くはない選択だと思いますね。3回ほど布ピックしてますからね。レベル3もしくはレベル4あたりでソロドラゴン簡単に取れるじゃないですか。そこからこうオブジェクトの有利を取ってといった展開も考えられるのかなっていう印象もありますけどね。それは積極的に狙っていきたいところですが、さあ始まってるようですね。バン&ピック IWC2015 ファイナル戦第3戦目です。見ていきましょう。チーフサイドがブルーサイドですね。そしてバンコクタイタンズはパープルサイド。バンコクタイタンズが現在優勝にリーチをかけている、2勝しているといった形ですね。本日は BO5 ですので3勝した側のチームが勝利となっております。さあバン、レクサイ・ヤスオ・マオカイ・カリスタ・ブラウム・シェンからのファーストピック、シビル取り上げたというべきですか。そう言えると思いますね。これは、まあ、一つエンゲージといったところの BKT の一つ武器になっているところ、鍵を握っているのはこのシビルというチャンピオンだったということなんでしょう。それに対してスレッシュとクラガスを取りましたね。ヤスオ・バンというのもまた、まあ、1戦目でしてやられましたからね、メタバンせざるを得ないでしょうね。さあスレッシュとグラガスを取りましたね。それに対してスレッシュはサポートのモス選手の得意チャンピオン、グラガスも007選手の得意チャンピオンといったところ、さらには構成に縛りをかけないといった点、まあ、といっても BKT としては積極的に仕掛けていくような構成にしていくと思いますが、そういったところでも強力なピックを取ることができましたね。あとトゥイステッドフェイトが空いてますか。どうしますかね。チーフサイドの確かミッドレーナーの方が非常に得意なんですよね。非常に得意ですね。ここ一つ楽しみでありますが、エリスとアニー、あ、アニーですか。さあエリス、そしてアニーをロック、アニーエンゲージを逆に仕掛けていくと、そういうことにもなりそうですね。そこで上回ろうというところに対してグレイブス、おグレイブス、あ、そしてトゥイステッドヘイト、バンクタイタンズがまさか出すのか。ありえますが、どうでしょう。まずトップを出すのがいいのかなという感じもしますが、さあどうしますか。ルルはもう、おお、新自動ちょっと見たい気もしますね。見たいですがね、新自動だったらムンドと変わらないですよ。ただやはりナーガをちょっと苦手としているところが気になりかかりますが、お、シバナ、
バナですか。バンコクタイタンズのトップレーナーの方はシバナ、ですね、シバナをピックしたことはないですね。お、隠し玉ということにもなりそうですね。ただシェンやフィズといったスプリットプッシュの得意なチャンピオンピックした経験豊富ですから、そういったところはまあ芝生は使えるだけのポテンシャルを持っていると思いますが、いやー、そして来ましたね、追跡へと。ここまでずっとメタバンされ続けていました、空いたところで最後までピックしましたね。そしてオラフをもう一度チームサイドは選びました。ここどうしますか。アーリというレーニング勝てるチャンピオン、さらにはダイアナというチャンピオンもありますが、フィズという可能性もありますね。でもダイアナでダブルテレポートで行くんじゃないですかね。その可能性は高いと思いますね。先ほどのところ、まあ、ダイアナが機能したというよりも、まあ、シビリア・セジワニのプレーが非常に光ってはいましたが、ダイアナの圧力といったところもありました。ダイアナピックする可能性は高いのでは。さあ何を選んでくるのか。バンコクタイタンズ今話し合いをしている様子が映っております。ゴーフィズロック TF のカウンターであるフィズですね。レーニングのところで有利を取っていこうということですね。いやー、攻め系がありますね。今回はチーフスも積極的に仕掛けていく構成で、バンコクタイタンズも仕掛けていく構成ですね。ですが問題になるのはやはりミッドのマッチアップですよね。ティーフがピックされた場合、このティーフというのが、まあ、試合全体におけるキーチャンピオンになることが多いんですが、やはりサイドレーン、序盤から中盤にかけてのサイドレーンの圧力といったところ、ウルトによる圧力がありますからね。ですから、いかに TF を抑えるかが相手にとって重要になってくるわけです。そういった時にこのカウンターレーンのところでカウンターが取れるフィズを取ったというのは非常に大きいと思いますね。フィズは TF を非常に得意としているチャンピオンです。ソロキルすら可能なポテンシャルを持っていることを考えると、ミッドレーンの主導権は BKT が握ることになるでしょう。ですからチーフスとしてはいかにミッドレーンの TF を手助けするかといったところがジャングラーやサポートに求められると思いますね。この2人の動き、もちろん TF のプレイヤーの動きも重要ですが、サポートやジャングラーの動きが重要になってくると思いますね。さあただサポート今回アニーということで、ローミングかなり得意なアニー。さらにはチーフスはスワップからのタワーを破壊してからの動きといったところも非常に得意ですよね。まずはスワップをして、そしてアニーをフリーにさせながら敵のタワーを狙っていく、そしてさらには相手の中ミッドレーンにいるフィズのミスをついてアニーが狙っていくといった、そういったプレッシャーのかけ方が考えられます。序盤はやはりチーフスが主導権を積極的に握っていくような展開を狙っていくということになると思いますね。ああ、なるほど。スワップして先にタワーを折ってしまうと、もしくはミッドのフィズに何度も何度もガンクを仕掛けるといった、まあ、いずれかの判断をしてくるのではないかなと予想されますね。サイドレーンのタワーを折ると TF がウルトで飛びやすくなりますからね、はいはい、そういったところをまず、まず TF の飛んだ先を有利にするのか、まずは飛ぶ状況を作らせるのか、どちらを優先するかですね。さあそのどちらを優先していくのか。確かにただチーフサイドとしては序盤を動かしていかないとツイセットフェイトがいわゆるウルトを活用できない。やはりティーフはウルトありき、そして少数戦ありきのチャンピオンだと思います。集団戦では AOE、W の AOE がありますが AOE のダメージ欠けてますよね。そして CC も AOE の CC はないといったところ、集団戦はちょっと苦手としています。レンジも、まあ、通常攻撃のレンジ短いですからね。となると集団戦は非常に厳しいと。ですからその前に大きな有利を取っていきたい、つまり序盤から中盤にかけての少数戦、ウルトを使った少数戦をいかに起こして有利を取っていくかが鍵になっていくと思いますね。そういう意味ではこうジャングラーのエリースという選択肢は相性がいいわけですね。非常に相性がいいですね。ゴールドカードからのスタン、そしてエリースのコクーンのスタンといった CC のチェインが非常にうまくいきやすいです。さらには単体のダメージエリース高いですよね。そういったところ、単体のダメージの高さ、組み合わせといったところを見るとかなりマッチした組み合わせになっていると言えると思いますね。構成としてはどちらのチームもやりたかった構成ということですけど、少し気になっているのは僕今まであの、バンコクタイタンズサイドのトップレーナーが CC を何かしら持っているチャンピオンというものをピックしてたと思うんですよね。マオカイやナー、さらにはシェンといった
った CC を持ったチャンピオンですね。ですね、ムンドはまあスローという CC を持ってましたね。何回も投げれますよね、ただ回数的には。で今回あの芝穴ということで、あの敵のチャンピオンに貼り付けるスキルが一つなんですよ。でここが集団戦にどう影響するのかなっていうのは僕ちょっと気になってますけど。そうですね、先ほどのところルルやトリスタナに対して積極的にムンドが強くかけていきましたからね。さらにはスローによって回答されなかった、ここどうなるか気になりますね。さあ始まりました、アイドルシー2015、ファイナル第3試合目、オセニア代表チーフス VS 東南アジア代表のバンコクタイタンズの第3試合見ていきましょう。今回はお互い広がってますね。ただアニーがコインスタートですね。黄金のフィズです幸運な何かがもしかしたらあるかもしれないですね。苦労もありましたよね。ありましたね。ここ確か、クローマパックでしたか、はいはい、あれによる、まあ、色の変更ですよね。金魚確かにそうですね。そして兄がファーストアイテム、スペルシーフではなくコインですよね。それを考えるとやはりスワップを狙ってるのかなという感じがしますね。通常のスタンダードなレーンのマッチアップするのであればスペルシーフのダメージの増加といったところかなりレーニング強力ですからね。一方コインは2対2のレーニングする上ではちょっと弱いアイテムと言われています。ですからやはりスワップしましたね。さあスワップアニーをレベル2にするのかというのも一つ注目ですけれども、ただレベル1でも非常に強力な CC を持ってますよね。 AOE スタン W からスタートした場合は AOE スタン持ってますからね。ダブルですねやはり。さあそして、バンコクタイタンズは同じような形でのスタート、それに対してチーフサイドはレッドバフからですかね。はい、レッドバフからのスタート。序盤の開始はこのようなスタートが、最近の競技で非常に多いですが、アニレベル2ですね。なりましたね。そしてやはりミッドに圧力かけに行きそうですね。いやただもうフィズが強気にレベル1からガンガンに仕掛けてますか。さあゴールドカード一度使った、いやバックピング今出ましたか。そして赤バフに入っていきましたね。おーアニはグラガスが1人、いや芝穴も一緒ですよ。さあローライフになるか、あっと確認入りましたね。いや見えたか、今ギリギリ見えてないか、あワードを置いて今気づきました。さあレベル2スタンを持っているデフォルトアタック一発、これは非常にいいプレーと言えるでしょうか。さあいやらしいこの兄、スタンはまだ持っている芝穴、いやそして赤バフすら危ない。芝穴ローライフだがスマイターカットフラッシュインから入ったショルダーアタックで助けた、フラッシュで逃げ切ることに成功。さあ赤バフがあるがこれはスレッシュがきっちりカバー、そしてチークサイドカバーに全力で入って、そしてそのままトップのファーストタワー狙いに行きますね。連動した動きになってますね。なるほど、逃げることには成功、そのままタワーを折り切る作戦。これには芝穴はリコールしてテレポートを使います。スレッシュとグラガスはトップレーンへのカバー3分4の形ですが、芝穴をタワー下に入らせないような動き、無理やり入っていこうという動きをしています。さあグラガスをローライフフックから当ててうまくタワー下に潜り込んだのは BKT、 ただチーフスタントテレポートを切ってくる TF がここに来て、ファーストラッドが入った、ツイステッドフェイト、ゴールドカード、いきなり動いたのはチーフサイド。フィズが来ましたよ。さあフィズが来たが、ここにもスタンが決まる僕たちもやれるんですよっていうことですかね。積極的なスタイルは BKT だけのものではないということですかね。あそのままボットラインやオラフ、一つそのサモナースペルの選択がもしかしたら影響したかもしれないんですね。アニーがイグナイトではなくイグゾーストだったんですよね。ですからシワナを倒せなかった。先ほどあなるほどトップのキルのところでも1キルしか取れなかったですよね。そういったところやはり序盤非常に強力なイグナイト誰も持ってなかったのが影響しましたね。ただフィズとシバーナがいたらエグゾースト持ちたくなりますよね。持ちたいですよね。はい、しかもツイステッドフェイトはエグゾーストではなくテレポートを持ってますから、そう考えると持たざるを得ないというのもよくわかります。まあ苦肉の策というような形ですかね。ただまあ作戦というか戦略ですよね。もううまくいって一つ序盤の有利を取ったのはチーフスサイド。
さあエリスがボットレインに顔を出してますが、トリンケットで分かりましたか。これはさあトリセットヘイト、なんと赤バフブルーバフも今ありましたか。少し確認ができなかったんですが、赤バフは確実に持っていましたね。グラガスを倒していました。あ、ブルーバフも持ってますね。このマナの回復量を見る限り、グラガスを倒したのがティーフといったところでダブルバフ取ったということですか。これはレーニングのところで、まあ、不利なマッチアップのところでも有利を作っていけるだけのポテンシャルを持ってますね。さあワーディングはすぐ壊す、ミッドに圧力をかけに行くのはバンコクタイタン、それに対して対応はしているのはチーフサイド。フラッシュを切ったフラッシュで合わせた、そしてフレイ、これは逃が逃げることができない。そしてもう一度ザーニーまで捕まった。シバーノもダイブするが、これはうまくスタンをかけて逃げることには成功。 AO イスタン4人に当てることに成功してますねやはりこのバンコクタイタンズのスレッシュのプレイヤー非常に得意だなというのがよく分かりますね。今の一連の動き素晴らしかったと思いますね。いやでもグラガスフラッシュに合わせて合わせるんですね。合わせるんですねまあ相手がフラッシュするだろうと読んでいたのかもしれませんが、そのままボットサイドへ。ミニオンが多いのでオラフはこの立ち位置、レベル6に慣れていない。タックル、おっと避けたがスローがつく。さあダブルでもう一度スロー熟させて、ウルトからフラッシュデフォルトアタック、ガンクが刺さりますね。007選手かなり積極的ですね。確かこのプレイヤーグラガスの時に靴を5靴で買った試合もありましたよね。そういったことを考えてこの序盤からガンガン仕掛けていくプレー得意なんでしょうね。そしてその得意なプレーがこの試合でも見事成功していますね。さあただ序盤チーフサイド有利は狙い通りに取りましたが、問題なのはオブジェクトが取れていないことですよね。さあフレイ、あ今回は避けた、そして AOE のスタンが2人に入った。フックはオースペルシールド、チーフス非常にうまい、完璧にいなします。そしてエリスもトップに行っていますから、バンコクタイタンのトップにいた2人は下がらざるを得ない。タワーはチーフスが取りそうですかね。いや今非常にレベルの高い攻防から、そしてオブジェクトまでつなげました。これはチーフス一つ狙い通り、来ましたね。さあここからチーフスはまずこの展開を作ってからが非常に得意なチームと。そうですね。そしてオラフがツアップ戻した後トップに行くと思います。そしてオラフとシバナのマッチアップですね。そのマッチアップでいうとオラフの方が有利が取りやすいと思うんです。なぜかというとオラフトゥルダメージのスキル持ってますよね。一方シバナはベースのアーマーとマジックレジストが高いことを生かしたダメージのトレードが得意なんですね。アーマーとマジックレジストを通過するトゥルダメージを持っているオラフの方が有利が取りやすいと言えると思います。そしてその有利をトゥイステッドフェイトが押し上げるようなプレッシャーかけていくと思います。おっとただジャングルない、エリスうまくブリンクで逃げようとするシーン、フレイからフィズのウルトを荒らされている。ウルフにスマイトを打って確認はしたんですが、時すでに遅かった。3人で潰しに行った。さあそしてボットレーンティーフが飛ぶ。さあここはスタンからきっちり決めていきますね。チーフサイドも相手が攻めてきたところ、人数かけてきたところ、じゃあ人数少ない方に攻めていこうと、いい判断だと思いますね。あそこでただただファームしていれば BKT の有利になってしまいました。今のところでイーブンに持ち込んだと言えると思います。ただそれでもタワーの交換にはなりそうですか。ただ先手を取っている分チーフスの方がオブジェクトは有利取れていますね。おっと来るのが分かっていた。ランタンはフィズも来ていますよ。ちょっと届いてない。さあフッククはグロンプですが、フィズがここに寄っている。ウルトは先ほど使いましたのでクールダウン中ですね。さあタワーを降り切ったのはチーフサイド、ここは無理とは一度判断しましたか。そしてトップのファーストタワーも折れませんでしたね。今の一連の動きでチーフスはオブジェクトの有利、さらにはグローバルゴードの有利も取りましたね。ただし気になるのはフィズにお金がちょっと集まりかけていることですね。かなり集まって出ますかね。2キル持っていてシエスはティーフと2しか離れていませんからね。それトップサイドの視界のコントロールもしていると。あもうこの位置ですからね、ティーフがちょっと前出れないですからね。さらにブルーバフスティールしたことが影響してますか。さあコクーンからディスエンゲしようとするところをタックルで決めた。フラッシュがないのが分かってる。フレイからここにテレポートが飛んでくる。時間を稼いで空中に逃げて、あテルフラッシュはありましたね。さあもう一度フィズが前に出たところ、オラフが援護に来た。タックルからのウルト、グラガスが非常に素晴らしいエンゲージを見せたが、ここにしびる。無理やりフラッシュで入って集団戦に参加。キルを持っていくのはなんとチーフサイド、リーチ効果になってからの3キル目。
カウンターで返したチーフズ。アニーの寄りが非常に素晴らしかったですね。 AOE のダメージをスタンで与えて、なおかつキーチャンピオンであるフィズに対してイグゾースをしっかり使いました。それによってダメージのトレードしっかりと勝っていきましたね。さらにはグレイブスの寄りが若干遅かった、プッシュしていた分チーフスの方がチーフスのボットへの方が寄りが早かったといったところも影響したと思います。チーフス非常に素晴らしい寄りの速さプレー見せましたね。さあ一気にグローバルゴールド3200ゴールド離れましたね。ここからチーフス、さらには今のところで TF にもキルやアシスト入ったことも大きいですね。この時点でやはり押し込んでる分、ボット押し込んでる分シルの方が寄ってるんですね。寄りが早いですね。あ、コケンがコグモに、いいですね。すぐさまフィズにエグゾーストを打ってたんですね。それによってフィズがちょっとダメージ出しきれなかったことが影響しましたね。あとアニーの装備がサイトストーンではなく即極通モビリティに走ったというのも大きかったと思います。やはりこういった形でスワップした際にサイドへのタワーが折れて、そしてサポートがこうロームしやすい環境が作り出せるんですよね。そしてそれをより生かすための極通というような形ですね。あ、それに対応するためにスレッシュ、バンコクタイトンズサイドもモビリティを購入してますね。シバーナはどうやら王権に行くような形のビルドになっている。オラフはブラッククリーバーに行くようなビルドですかね。オラフがレーンのところでマッチアップ有利取っていきそうですね。シバーナがちょっとレーンに居続けることができていない、そのマッチアップを下げてすぐにミッドレーンのロームというのを何度も何度も繰り返してますからね。さあそのままボットレーンもプッシュにしてブルーバフを取らせる、渡すという形。あ、トゥイセットイズ、そして読んでますね。かなり引いてましたね。ちょっとトップサイドの視界なかったんですが、それでもうまくかわす、もうダイブがあるとそう判断したんでしょうね。でミッドに時間を、おっと、あ、スタン入りました。さあウルトから仕掛けてコクンがちょっと届かなかった、距離が少し足りなかった。スレッシュは寄ってはいますが人数差がまだあるのでちょっと厳しいでしょうね。さあチーフス、何かこの2戦でバンコクタイタンズから得たものがあったのかもしれませんね。お株を奪うようなアグレッシブさですよね。そしてここもベイトしますね待ってますが、ここはミッドレーンへ行ってますね。さあフック決まっている、ランタン置いてバースト、ここはもう一度空中に逃げる、そしてアニースリースタンからの TF ゴールドカード、いきなりキャリーのグレイブスが落ちた。さあ千葉も寄っては来てますが、ショーカスはエリース、一度そしてバックをするところ、もう一度アニーのスタン、そして TF が芝名を持っていく、プレイでタワー下に行きましたがダメージが足りない。そしてフィズが寄ってはいましたが、ウルトはミスりましたでしょうか。フィズがE をミスったんですね。壁を越えられなかったんです。壁を越えられなかった、擦ってしまったと壁を。そしてウルトもシビルに対して使ったんですが外れてしまいました。フィズがちょっと重要なスキルを全てダメージとして相手に与えられなかったのが大きく響きましたね。さあ一気にチーフスサイド2キルからのタワーを取ろうという選択ですが、さあもう一度グラガス寄ってきた、タルを一度投げる、届かない。そしてオラフの斧のスローがあるためにここは無理と判断。いや、ただやはりバンされるだけはありますね。 TF のプレイヤー非常に素晴らしい、先ほどのミッドへの圧力をしっかりとかわしながらチャンスと見るやいいやね、ウルトを使ったあのエンゲージ完璧だったと思いますね。ウルトの名前何でしたっけ。ゲートですね、確か。あれ違います違います、デスティニーですね。あ、そう、ディスティニーですよ。デスティニーで視界を得てゲートで、まあそうですテレポートするんですね。ディスティニーがあの視界を得るっていう意味ですよね、確かね。でゲートがいわゆるあのウィーン足元にくる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 っていう、はい、いやースイファー選手素晴らしいですね。いやー ここまで そのフィズの方が本当は有利なんですよね。フィズの方が有利ですね。しかもそれを表す通りちょっと前に出れないですからね、と言ってフェイトが。ただそれでもここまで活躍している、いやーというのはターゲットバンされるだけのプレイヤーであると、そういうことだと思いますね。
そしてちょっとバンコクタイタンとしてはトーンダウンせざるを得ないでしょうね。すでにもう4600ゴールド差ありますからね。装備差といったところでもトップレーナー、そして特にエイリーキャリーの間に生まれてますからね。さあここからの展開、チーフサイドがいや完全に主導権を持っているべと言うべきでしょうかね。そしてあ一番大きいのがやはりオラフと芝生、飛びましたよ。飛びましたか。さあボットレーンに飛んでるグレイブスがフォーカスされている。あーダウン、オラフが無理やりタワー下へ入って、あっただミッドレーン、いや寄っていたところフィズが兄を倒しましたね。ちょっとジャングル内でカメラ外でキルが起こってますが、1キル交換ずつですが AD キャリーが落ちたのとサポートが落ちたような形になってますか。さらにはまあ、その点を見るとやはりまあチーフスの方が得したと言えると思うんですね。あ、学がないですよエリース。さあフレイからコクーンは決めれない、空中一度逃げる、ここにテレパート入ってくる、シビルのウルトからさあ、あ一気にシバーナが狙われた。オーラフのトゥルーダメージがすごい、ダメージが出た。そのままコクーンを当てて今度はやり返した、チーフスダブルキル。エリースが毎回捕まっては空中に逃げて時間を稼ぐ、そして今回は成功。いやー、TX、本当に BKT のお株を奪うような寄りの速さ、そしてアグレッシブさを見せてますね。どん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 試合をスノーボールさせていっています。ちょっとさすがに8000ゴールドも差を開くとなると厳しいですね。あ、これさらにはボタンセカンドターンまで折ってますね。あ、フラッシュ切ったんですね、今回は。今回はフラッシュを切ってますね。しっかりと壁を越えられましたね。このAD キャリーの間に1レベル差というのもあるんですが、そのトップレーナー同士の間に2レベル差起きているのが非常に大きいですね。装備の面でもブラッククリバーという高アイテムを完成させたオラフと、一方でまだブレードオブザエルンドキング完成してないシバナといったところ、1対1がまず行えない、マッチアップ的にもオラフの方が有利といったところで BKT は完全にそのマッチアップの不利、レベル差、装備差といったところを含めて押し込まれてしまっていますね。あとはゾーニャが完成しましたね。リッチメイン先行ではなく先にゾーニャを積みました。あっとダブルさん、ちょっと CC チェーンがかぶってしまいましたが、スレッシュはフラッシュはありますよ。いいバーストが出ますね。そのままブルーバフをスティールしようという流れですが、取ったのはどのチャンピオンだ。トゥイステッドベータがどうやら取りましたが、さあここも割ってアニーからの CC チェーン、さらにグーゴールドカード動けない。最後はアニーのキル。今のところドラゴンやブルーバフは諦めてトップのファースターを折ることを優先した方が良かったかもしれないですね。今のによってフィズがどん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 最初スノーボールしていたにもかかわらず何度も狙われて潰されてしまっていっています。有利な点がちょっと BKT はなくなっていますからね。あ、ブルーバフはグレイブスが取ってるようですね。なんとか隙をついてトップのファースターとドラゴン交換しましたが、今のチーフスの方が大きな優位を得ているということは変わりはないでしょうね。そして逆転の目を作れるかというとちょっと厳しそうですが、いかにこのフィズがダメージをしっかり出して敵の柔らかいチャンピオンを倒せるかが鍵になってきそうですが、さあフィズにかかっているということですけれども、お鬼門ですか。リッチメインには行ってませんね、まだ。そうですね、支援先に買ったんですが日本を優先しました。クールダウンを優先しましたかね。 Q と E の回転率を高めることを優先したということだと思います。なるほど。前回ゲーム時間19分というところですね。グローバルキルでは12キル対6キルというところで4200の7500ゴールド差がグローバルゴールドで生まれてますね。オブジェクト的にもタワーが3本有利なのはチーフサイド、さらにドラゴンスタックも、2スタック有利ですね。ようやくシバナにブレードブレードキングができましたが、ただ先ほどから集団戦に参加した際にフォーカスされてすぐさま倒されてしまっていますので、まだまだ柔らかいんですよね。防具が求められるんですが、ちょっとできたばブレードブレードキングができたばかりといったこともあるので、まだまだシバナが試合全体に影響力を与えるのは時間かかりそうですね。あとまだ旅がないんですよね。
かなり厳しいでしょうね。シバナーがしびると痛いって言ったらちょっとできなさそうな感じがありますからね。かといってオラフに当てようにもオラフの方が強いと。シバナーの役割であるスプリットプッシュでレーンを押し込んでいくというような動きが全くできていないですね。オラフにちょっと太刀打ちができないのでシビルのところでファームをしていると。しかしそのシビルにすら押し込まれてしまうというような形、ちょっとこれによってもアップコントロールが取れないような状態になっていると。まだレベル10ですからね、シビル12ですよ。かなり厳しいことになってますね。ジャングラーのエリスで9ですから今411ですね。さあ TF ウルコ使った、ボットレインでダイブだ、ダイブだ、またいった。さあシバーナがどうしようもない、タワー下でも逃げざるを得ない、この2チャンピオン相手に。そしてボットへ寄った瞬間にトップセカンドタワーそのまま取りそうですよ。さあ取れますね、何もできない。いや見事バンコクタイタズ見事なチーフスローテーションですね。いや振り回されてしまってますねバンコクタイタンズ。いやトゥイステッドフェイトがウルトを1本1回打てば1キロは1タワーですか。確実にどちらかの有利を得ていますよね。いやこれがまあ TF の狙いなんでしょうが、なかなか実行するのが難しいんですよね。そんな中でもさらには対面カウンターピックされているにもかかわらず、そして何度もガングの圧力を受けているにもかかわらず、これだけのプレーを見せているスイファー選手、本当に見事だなという感じがしますね。さあ少し頭をこう抱えててメンタル部分で不安が残るようなシーンもありましたが、開幕前はかなり厳しい表情をしていましたからね。しかしやはり得意チャンピオンをピックできたこと、そしてある意味吹っ切れたのかもしれないですね。そういった緊張から解き放たれたといったところもあるでしょう。いいパフォーマンスを見せてますね。さあチーフサイド少しいけるんだといったような確信のような顔も左下側に映っていますが、リッチメインも、もう購入できておりますね。スプリットビサージまで行こうというオラフのビルド、そしてアニーはやはりブルー靴をブルーでアップグレードしてますね。これによってフラッシュと、まあ、フラッシュのクールダウンを短くすることが狙いだと思いますね。あのエンチャントをすることで短くなりますからね。アニーはあの延長をするのがサポートの場合一般的かなという感じがしますね。さあまたしてもジャングル内でエリスが捕まってましたが、それもベート飛んでくるがランタン回収、オラフが速い、オラフがまだ走るか、届くか届かない、フラッシュゴールドカード届いたがフックで止められた、ガード落としきる。エリスの役目は完全にベート。いや今コクーンを当てたのが見事でしたね。そこからのチェイスも完璧でした。キーチャンピオンであるフィズを落とした。これによってチーフス、オブジェクトを取ることはできないまでもマップのコントロールを勝手に握っているというと思います。いやまたベートコクーンからのゴールドカード、グレイブスダウン。グレイブクリアをするチャンピオンがいなくなったのでここぞとばかりに攻め立ってますね。インヒビタータワーまで行けそうですよ。行けそうですね。さあアニーのベアが先陣を張ってますよ。さあもう一度コクンから一気に落としきった、そして空中で逃げる、タワーダメージは効かない。さあ降り切った、フィズのウルトが入りましたが即座にエグゾーストダメージが出せない。グラガスフラッシュに出ますがさすがに 1V5 だ。0号エースゲットしたのはチーフス、サレンダーが入ってジジー。第3戦目勝利したのはオセアニア代表チーフスとなりました。いやー素晴らしいですね。その2戦ともに自分たちのプレーができなかった、そして試合前には頭を抱えるようなシーンもありました。そういった厳しいメンタルの状況から一転して、そして BKT のお株を奪うようなアグレッシブな試合の展開を見せましたからね。そしてパフォーマンスも非常に優れていたと思います。まだまだ決勝戦分からないですね。アニーとトゥイステッドヘイト、そしてエリース、この3チャンピオン機能しましたね。どれも彼らの得意チャンピオンですかね。エリースはちょっと、まあ、パッチの影響で、オセアニアのリーグの時はピックできていませんでしたが、アニーはサポートのプレイヤー一番ピック回数が多かったんですよね。そしてメタバーンされるだけのティーフ、いやー非常に素晴らしいプレー見せてましたね。
さあこれで 2-1 一つオセアニア代表、チーフスが返しました。ただあと1勝しなければまだ WCS の扉は開かれないですからね。次の一戦非常に厳しい一戦になりますが、僕らとしては非常に楽しみな一戦と、なっておりますね。さあ、では第4試合目の、試合の準備が整うまでしばらくお待ちください。